正しさを見ているっていうよりは自然現象として言葉を見るので、原則として正しいも何もないんですよね。で、自然現象として観察して、でその中で文の構造とか意味理解について、先ほどリバースエンジニアリングっていう言葉を使っていただきましたけれども、まあ、私たちの頭の中で何が起こっているのか、どうやって言葉を生み出して理解しているのかっていうのを理論によって説明するというけれども、商品の表示ですね、これパッケージにメロンの絵がドーンと描かれてて、いかにもメロンジュースなんですが、でメロンテイスト果汁 100% って書いてるんですよね。でもメロンの果汁は実は 2% しか使われなくてブドウとかバナナとか他のフルーツの果汁と合わせて 100% だったらしいんですよね。なんだかなと思ったんですけど、でもこのニュース見てからなんか やたらとそのジュースが飲みたくなってテニオ派がおかしいっていう、まあ、そういう見方もできますし、構造が違うとか、うん、何を省略してるかっていう部分で違うとかがやっぱりあるんですね。例えば、まあ、なんか子育てしてるとなんかそういうの、むしろ自義同意の意味って本当にあるかどうかっていうのも難しいんですけど、うん、その子供はなんかその飲み物なくなっちゃったとか麦茶なくなっちゃったとか言った時にこう訂正するわけですね、うん、なんかいやそれはなくなったから麦茶ちょうだいって言いなさいとかって言うわけ でそれはなんかある意味では高度な言語使用してるんだけど、うん、それを一旦止めさせて、うん、そうするとこう嫌なやつと思われたりするから、うん、その時もっとシンプルにちゃんとこう依頼文というかそれを使うようにしろっていうのが何度も何度も繰り返してこうしつけていくわけですけど、いやでもそれ面白いことですね。だって子供がさ、なんでシンプルな方から入らずに、そうなんですよ、それは非常に面白いと思う。なくなっちゃったっていうのを先に言うんでしょ、うん、そう、こうね、事実を記述する方が先なのかなと思いきや、うん、何かを、ね、どこで覚えてくるんでしょ。すごいです、ね、パパがそういうことしてんの普段ビールなくなっちゃったこうよしやしの足の部分、何が悪いのかっていうのも難しいと思うんですけど、一つの基準になり得るのは今おっしゃっていただいた粉飾するというかごまかすというか、この間あのメールがカード会社から来て、商品性の改定のお知らせって来たんですよ。商品性って商品に性質か性格のせいで、でまあこれあれかなと思って、案の定やっぱり割引をなくしますとか、あの全部悪いことなわけですね。つまりこうサービスの質を低下させるというか、でこれを商品性の改定というなんかで、あのちょっと調べてみたらやっぱりなんかカード会社で流行ってるっぽいんですよ。だからそのカード会社だけじゃなくて他のところも相次いで商品性の改定っていう言い方で、なんかこうちょっとやっぱイラッとするそれ、それはサービスを良くする場合は絶対言わないはずなんですよ、うん、そうね、あのごまかすというか、事実があるんだけど事実をちょっとこう粉飾して、でしかもそれなんかちょっと乗り切った風なんですよねあのうまいこと言ってる感じが、哲学とか自然哲学の歴史の中にはなぜか知らないけど対話形式で書かれているものがあってね、古代ギリシャのプラトンが書いた対話編は、だからソクラテスがいて、時にはそれ2人3人いたりするんだけど、大体こっち側の対話相手が頑固な人でね、俺はプロ中のプロで誰よりもこのことを知ってるみたいな人が出てきて、でソクラテスはいや私は何も知らないんで教えてくださいっていうそういう構図でね始まるのに、最後は逆転していたり、最後は2人とも分かんなかったっていうのが終わるっていうね、で時折哲学の研究者はやりたがるんですよ、やっぱりだから心の奥底に対話編を書きたいっていう欲望をでやって大怪我するまあちょっと判例で人普段ばかりっていうのでこういう絶妙さっていうのを例えばその機械っていうのは評価するっていうことができないんじゃないか、そのとりわけそのベルクソンの笑いの中でモリエールの人間が取り上げられていて、でその主人公のアルセストっていう人がいるんですが、正直者で、しかもその正直さっていうのを大事にしようと思って、あの社交の場みたいなんですね、その中で正直な自分を抑えようとするんだけど結局吹き出しちゃうと。具体的にはその自作の詩を持ってきた、ソネットを持ってきた人がいて、でこうどうだって言って、まあ自作の詩見されたら、まあみんな普通はその社交の場ではまあ素晴らしいとかいいねとかだけどちょっとアルセスを抑えるんだけど結局もうダメで、もうひどいこと言うわけですね。それでもう場がしらけちゃってっていうなんですけど、でこれをそのベルクソンが分析していて、あのそういうアルセストの言動っていうのは場で共有されている、こういう時はこういうするもんだっていう、そのお約束とか慣習から逸脱して、もうアルセストの人格全体がそこ表現されてる、アルセストという人間の全体が そこで紛失するこわばることによって、でベルクソンに言わせればそれは最高度の自由な行為だというわけです。で
けど、私あのレーザーラモン RG さんのあるあるネタがすごい好きなんですね、うん、結構ツイッターでいろんなネタを言ってらして、それがすごい絶妙なんですよ。例えばあの歌舞伎あるあるとかだったら、歌舞伎の師匠鏡越しに弟子を怒りましたこうしながらやるんでしょうね。そうです、ひらがな5字だけで OL あるあるを言いますみたいなやつで、羽織がちとか私たちがすぐ思いつくようなことは言わなくて、うん、ちょっと深いことを言うんですよね、うんうん、そこに微妙に緊張があるんだけれども、うん、でもなんか聞いてみたら自分の中にもそれがあって、うん、あなんかすごい共感するみたいな、うん、そこになんかちょっと緩和みたいなのがあるような気がして、うんうん、なんかその意外性と共感とその辺がうまく合わさってる、なんかくすぐれたあるあるなのかなと